通行手形は、近世の日本で人が旅をしようとするときに、許可を得て旅行していることを証明したもの。赤所を通過するための通行証に相当する。江戸時代には各地に赤所や口止め番書が設置され、人の移動は厳格に制限された。江戸時代の赤所の性格については、江戸防衛のための軍事的機能があったとする説、治安警察の機能があったとする説、 大名家族の江戸財布義務の履行を監視する機能があったとする説などがある。通行手形の発行は原則として武士の場合は領主、庶民の場合は在住地の名主などに発行を申請するものとされていた。ただし、入り鉄砲に手女と呼ばれるように、特に女性は赤書の通過について厳しい規則が定められ、 江戸を出発する女性は、江戸幕フルス教役の証文のある手形が必須であった。実際は、庶民の生じする手形が旅の途中で発行された途中、手形である場合も多く、江戸の旅人宿でも、途中手形が多く発行された。禁令が出された例もあるが改められた様子はなく、途中手形に対する幕府の法令や指示、経緯などは、よくわかっていない。矢関書や、 薄い石書でも手形が石書近くで作成、発行されている。薄い石書に関して、手形の発行者になっていた高崎宿、本町の旗子屋仲間が、石書での印鑑の称号のために提出した、高崎宿旗子仲間届印鑑が残されている。通行手形は、石書の通貨のために必要とされたが、近藤常ねや井原らしとの研究によると、 庶民の通行手形には、赤書に提出する、赤書手形と赤書で役人に提示して通過する、往来手形があった。原則として庶民が赤書を通過するには身元、証明書となる通行手形が必要だったが、三景や当時などの場合は、政権が緩和されていた。薄い赤書の通行規定では、善光寺の三景や草津温泉の当時の場合は、雪で、三景や当時の記載をしてもらえば、 帰りはその手形を差し出して通行することができた。また、キリシタンではないことの証明にも利用された。今日、全国の観光地の土産物店では、通行手形と称して、地名の入った様々な形をした土産物が販売されている。その多くは木製である。この土産用通行手形は、ペナント、ミニ上鎮などと並び、土産物の定番である。映画、 とんで、埼玉では、東京都から埼玉県に移動する際通行手形を必要とする設定が登場しており、劇中に登場した手形のグッズも発売されている。ありがとうございます。